ラちゃんは見た。私の夫の妹アミが彼氏を連れてきた。夫は今仕事中で留守にしていますが、ゆっくりしていってくださいね。お砂糖をもっと入れるようでしたらおっしゃってください。ありがとうございます。りょうたん、そんなに緊張しなくてもいいよ。義母、義父も交えて彼氏をもてなした。ところで、どこで知り合ったの？いつ結婚するの？聞かせてちょうだい。母さん、ごめんよ。母さん、りょうたくんが来るのを本当に楽しみにしていたんだ。無理に答えなくてもいいんだからね。いえ、アミさんとは大学のサークルで知り合って、結婚とかは僕が社会人として一人前になったら、ゆくゆくは。りょうたさんはアミさんのどういうところが好きなの？料理上手なとことか、いつもおしゃれなとことか、それでいて家族思いでけなげなとことか。お恥ずかしいですが、キリがないですね。そうなんだ。あら大変、お怪我は大丈夫ですか？おっと、すみません。もうりょうたんたら、気をつけなきゃダメでしょね。何かするといつもこんな風に怒られちゃうんですよ。もうやめて。うわ、怖いな。ゆり子さん、アミさんに嫁いびりとかされてないですか？もうりょうたんたら。まあ一通り五重止めがよくやりそうな陰湿ないびりを受けてますね。もうお姉ちゃんまで。よく勝手に部屋に入ってタンス漁って服とか持っていくので困ってるんです。やめるよう何度も伝えてるのに、嫁のくせにこの家の娘に逆らうなとか言われますし。あ、そういえばアクセサリーなんかも全部なくなったこともありました。まあ、アミさんのお部屋から半分は見つかったんですけど、残りの半分はオークションで売却済みで、お父さんがきつく叱っても、お母さんが泣いて悲しんでも、アミさん一向に反省しないんですよ。もうアミの顔は見たくないと。夫も頭を抱えていて、だから私たち夫婦はもうすぐこの家を出ていくことになってるんです。アミさんには引っ越すことも引っ越す先の住所も教えてなかったんですけどね。そうなんですか。だって嫌じゃないですか、また何か盗まれたら。ちょっと、もう何？冗談もきつすぎ。あ、アミさん、おとといはお弁当作れなくてごめんなさいね。ご希望のハート型のハンバーグがお気に召されなかったみたいで、すごくイライラしてたのか。使えねえな、このクソ女って弁当を床に叩きつけてましたけど、お怪我は大丈夫でしたか？アミって弁当はいつも自分で作ってきてるって。そうだよ、りょうたん、おとといはたまたまなの。あら、りょうたさん、そうなんですか？弁当毎日私が用意してるのに嘘ついたらダメじゃないですか、アミさん。さけんな、このクソブス。何？あの、用事を思い出したので今日はもう帰ります。お邪魔しました。ああ、彼氏、あの子の本性見ちゃった。アミの彼氏は相当ショックだったのか、魂が抜けたようにフラフラと帰っていった。りょうた帰っちゃったじゃん。なんなんだよ、ちょっと年上だからって嫁いできた分際で調子こいてんじゃねえよ。家庭内でも窃盗は犯罪なの？それとも警察行きますか？むしろこれくらいで済ませてくれてありがとうございますでしょ。ゆり子さん、申し訳ない。この子はなんでこんな娘になっちゃったのか。お父さん、お母さん、アミ殴られたんだよ。なんで？娘より嫁の方がそんなに大事？自業自得だ。そんな。その後家を飛び出していったアミはなかなか帰ってこず、結局数日間戻ってこなかった。さすがに年頃の女の子相手にやりすぎでしたかね。あの子にはいい薬よ。それならいいんですけど。ごめんね、ゆり子さん。いえ。そして私たちはアミの顔を一度も見ることなく引っ越した。一方アミはあの後すぐに彼氏に振られ味方だった。正しくは味方だと勝手に思っていた人を全て失い、一時期引きこもってしまうほど落ち込んだらしい。ほっといて。そんな見ろ。ご視聴いただきありがとうございました。身内のものを盗むなんて、使ったりしてたら即バレますよね。オークションに売り出してお金が欲しかっただけなのか。まあそのせいで家族や彼氏を手放してしまうことになってしまいましたがね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また
少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。